ソフィー・マルソーはフランス・パディ出身の女優。普通映画アーティモア公開初日舞台挨拶にて13歳の時にオーディションで数百人の中から選ばれたラブームの主役でデビューし一役トップアイドルとなった。実名とイニシャルを変えないようにマルセル・マルソーから性を取った。西洋人ながらややアジア人に似た外見が特徴で、これは本人も認めるところである。 また、イザベル・アジャーニに似ているとも言われた。フランスでの人気は高く、女優部門で51%の支持を集めトップになったとも、最も売れている女優である、ともされている。フランスのパリ近郊シェルに、トラック運転手の父と、パリのデパート店員と掛け持ちでブラッスリーを営む、母の第二子として生まれ、ジャンティーで育つ。兄が一人いる。平日は、家族のブラッスリーを手伝い。 週末はエソンル・ケンベールイコールルルイコールプチにある家で過ごした。両親は9歳の時に離婚している。1 9 8 2年2月、母と共に10代を探しているモデル事務所を偶然見つけ、写真を撮ったが声がかかることは期待していなかった。その頃、クロード・ピノトー監督のラブームで、 キャスティングディレクターをしていたフランソワーズ・メニドレーがモデル事務所に新人を推薦するよう声をかけて回っていた。短時間で潜在を見た後、拷問の社長アラン・ポワレは長期契約にサインした。ラブームはフランスで入場券450万枚の売り上げを記録するにとどまらず、他のヨーロッパ諸国や日本を含めたアジアでもヒットとなった。1981年に ピエール・ドラノエ・サクのドリーム・イン・ブルーで、フランソワ・バレリーとデュエット、歌手デビューした。若き日のソフィー・アンジェー・ズ・ラウスキー1982年、16歳の、突起、ゴーモンと100万フランで、再び契約を結ぶ。同年の続編、ラ・ブーム2で、セザール賞最優秀新人女優賞を受賞した。好奇心に溢れているけれど、とりあえず無垢な女の子でいてくれたのは、 この二作ぐらいまで。この後、どんどん大胆な役にチャレンジし始める。1984年、ホートサガンで、ジェラールド・パルディュー、カトリーヌ・ド・ヌーブと共演。1985年、狂気の愛は、後に、パートナーとなるアンジェイズ・ラウスキーとの初の作品。1986年、デッサンとオザンファー地獄に落ちてで、ラブームの父親役と年の離れた夫婦を演じる。 1988年に、ラブームと同じ監督で、スチューデント、また、ソフィー・マルソーの愛、革命に生きて、デカブールにおける国際ロマンチック映画祭最最優秀、ロマンチック女優賞を受賞。1991年には、ユーリデシーで舞台に挑戦、モリエール賞の最優秀新人女優賞を受賞。娯楽性の強い1993年のコメディ映画、 恋人たちのアパルトマンや1994年のソフィー・マルソーの三重詩はヨーロッパやそれ以外でも人気を博した。同年舞台にも復帰しピグマリオンでイライザを演じた。1996年2005年クリストフ・ランベールソフィー・英語をマスターし、英語圏の映画に出演し英米で知られるようになるのは1995年メル・ギブソン監督。 ブレイブハートのイザベラ王女から。1997年、ウィリアム・ニコルソンがイギリスで撮影した、ファイアーライト、ベラベルモンがフランスで撮影した、女優・マルキーズ、バーナード・ローズがロシアで撮影した、アンナ・カレーニナと立て続きに主演する。1999年には、悪役のボンドガールである、エレクトラ・キングを、007ワールド・イズ・ノット・イナフで演じる。 当時のパートナー、アンジェイ・ズ・ラウスキーとは2000年に再び、女写真家ソフィーで組み、カブールの国際ロマンチック映画祭で再び、最優秀ロマンチック女優賞を受賞。21世紀に入っても、女優活動は盛んで、2008年の LOL は、フランスでヒットした。高級宝飾品ブランド、正メの広告では、モデルと監督をしている。1996年に、 半自伝的小説、メンテウセオ観光。一人称の主人公は、誇り高く率直で、しかしそのためにもろく残酷な女優である。名前を明かさない、主人公によって、記憶と空想と印象に満ちた世界に誘われる。作品は、女性のアイデンティティの探求と評され、フランスでは大きく取り上げられた。1九9五年に、短編映画ルオーブアエルエンベアスで映画初監督。 ジュディット・ゴドレイシュの主演になる。2002年、同じ主演による長編映画監督としてのデビュー作、聞かせてよ、愛の言葉を、を、モントリオール世界映画祭の最優秀監督賞で、飾る。脚本、主演もした、ソフィー・マルソーの過去から来た女は2006年の、作品で2008年に開催された、東京のフランス映画祭のオープニングを飾った。 病気を患っている子供たちを対象に、その子らの夢の実現を応援するフランスの団体、アーク・イ n エヌ・シエルで活動している。17年にわたり26歳年上の映画監督のアンジェイ・ズ・ラウスキーと生活を共にし、1995年には息子を設けている。2001年に離別し、プロデューサーのジム・レムリーと同居、後2002年に娘をロンドンで出産している。 2007年以降は、ソフィー・マルソーの過去から来た女で主役に据えた、クリストファー・ランバートと恋人関係にある、主要なもののみ、ありがとうございます。